兵庫県や大阪府などで作られる関西広域連合は今日、政府の緊急事態宣言を受け、来月6日までの間、県外や府外への不要不急の移動の自粛を呼びかける共同声明を発表しました。兵庫県や大阪府など8つの府県、それに神戸市など4つの政令指令都市で構成される関西広域連合は今日、新型コロナウイルスの対策会議を開きました。会議では緊急事態宣言の対象地域となった兵庫県と大阪府における今後の対応が話し合われ、来月6日までの間、兵庫県民と大阪府民に対し、通勤や通院、それに食料品の購入などを除く外出や、県外や府外への移動の自粛を呼びかける共同声明が取りまとめられました。関西全域で取り組んだ方が効果が上がるということもありまして、外出抑制については県境域を超えた移動はやめようというふうに端的に呼びかけようではないか。それぞれの府県において非常に強い危機意識と、そして関西がいわゆる一体になって協力をしてこのコロナを抑えていこう、最低限どうしてもこの仕事等でそれぞれの府県の移動がある、それは仕方ないとしても、いろんなレジャーであったり規制をこの際、それは東京でも問題になっていますが、もうそういったこともできるだけ抑えていこうと。このほか関西広域連合では民間施設の使用制限の要請は行わないものの、兵庫県民や大阪府民には2週間は徹底した外出の自粛を呼びかけることにしています。